こんにちは、ミミです。モカです。今回は、戦車を作ってみました。なんで戦車？なんかあったの？最近、近くの村から砲弾が飛んでくるんです。やば、なんか爆発してる。そんな敵 AI とか追加されましたっけ？怖、また爆発してるし。何もなさそうです。うわ、砲撃されてる。あっちの方向から何回も砲撃されてるっぽいですね。砲撃地点はこっちの方向です。誰ですかね？こんなことするやつは。絶対フィッシングビレッジじゃん。砲撃するなんてひどい。これまでミミがいろいろやったからね。あいつらが先に悪口を言ってきたんです。それに、この映像を見てください。あの村は、勝手に道にゲートを作って、通行を制限しています。こんなことしてるのは異常です。その上、弾薬庫らしき建物もあります。明らかに怪しいです。そして、砲撃の決定的な証拠はこれです。森に、なんと4門の大砲が隠されています。しかも、私がよくいる場所に向けられています。耳は相当恨まれてるね。ほんと迷惑だよ。でも、問題が起きた時って、原因を取り除くのが大切だよね。まあ、そうだけど。今回、こんなことが起こっているのは、奴らが武装しているのが原因です。だから、あの村の全ての武器を吹き飛ばすことにしました。話し合い、とかじゃないんだ。ネズミが会話なんてできないからね。うん。ちなみに、武器、には、武器の生産能力、も含みます。というと？きっと家の中で、こそこそ兵器を作ってるに違いないです。全部戦車で吹き飛ばすのか。そういうことだよ。今使ってる UAV じゃダメなの？ UAV じゃ狙いにくいし、6発しかミサイル積めないから効率悪いよ。それに、UAV を撃墜できるミサイルが開発されたことが判明しました。恐ろしいです。技術開発が進んでるね。この村がそのレベルの装備を獲得したら、やばいです。今回は、相手の装備のレベルが上がる前に、戦車でぶっ飛ばしたいってこと？そういうこと。ってことで、完成した戦車がこれです。前の戦車よりは小さくなりました。前の戦車と似てるけど、特徴は？夜間戦闘もできるように設計しました。こんな感じで、真っ暗でもある程度戦えます。外れたよ。まあ、精度はぼちぼちです。すぐに地弾を当てたのでセーフってことで。わざわざ野戦すんの？昼間に戦ってるとこんな感じに、歩兵から対戦車ミサイルが飛んできちゃいます。襲撃するなら、たくさん飛んできそう。一撃で、攻撃能力がなくなっちゃいました。致命的だね。でも夜なら、歩兵から見つかりにくいです。それに、あの村にナイトビジョンがあるとは思えません。夜に攻めて一方的に攻撃したいってことか。馬鹿正直に攻める気なんてないです。飛行に関しては、T3 にも弾道計算機能があります。こんな風に、照準を合わせた地点に砲弾が着弾します。また外れてるように見えるよ。飛行の精度がもともと悪いから、多少ずれるのはしょうがないです。もちろん、前の戦車と同じように装甲感謝撃もできます。スタビライザーもついてます。とはいえ、曲がり始めのタイミングで射撃すると外れちゃいます。当てるにはコツが必要？そうだよ。進行方向を変えた瞬間とかは、外れやすいです。ないよ、やましくらいか。てか、ハッチが後ろにあるのはなんで？構造的にこうなったっていうのと、歩兵戦闘車的な使い方もできるかなって思ってこうなってます。あと、脱出しやすく、侵入されにくいってのもあります。ハッチを破壊しても、外から中には入れません。そのためにちょっと出っ張ってんのか。押しても引っかかって開きません。逆に中から外に出ることはできます。歩兵3人分の装備とシートもついてるから、降りてきた奴は銃撃してくるよ。エンジンが背もたれとか、めっちゃ暑そうだね。最近は寒いからちょうどいいと思います。じゃあ、防御性能はどんな感じ？正面はバトルキャノン、側面はヘビーオートキャノン、背面はライトオートキャノンを防げます。正面に何発かバトルキャノンを打ち込んでみます。ボロボロになってるね。ボロボロにしたところで、動作試験をしてみます。少なくとも、操作盤は完全に無傷だね。エンジンもかかったし、飛行もちゃんと動作しそうです。でも、センサーに向かって射撃すると。一撃で壊れてるじゃん。砲塔の上の装備が弱点になっちゃってます。狙われそう。敵弾が装甲に当たることを願うしかないです。あと、前回作った APS も乗ってます。敵ミサイルを迎撃したり、誘導を惑わしたりして戦車を守ります。まあまあ良さそう。じゃあ、早速
速攻め込みます。かわいそ、毎度毎度標的になって。あいつらが悪いんですよ。そんなことより、これがゲートです。破壊して突撃しちゃいましょう。反撃される前に終わらせます。寝耳に砲弾って感じだな。びっくりしちゃうね。お、あれは違法駐車ですね。違反切符を切ってあげます。ただの破壊じゃん。あ、ネズミさんですよ。そういえば、急須は猫を噛むらしいです。果たして本当でしょうか？こういう状況は別でしょ。怖がってこっち見てるよ。ライトは全部赤外線ライトだから、こいつらには何も見えてないよ。それに、こんな時間に外出するのは怪しいです。さらっとやったな。夜直しってやつですよ。怪しかったら制圧します。私もこんなことはしたくないんですよ。嘘つけ。ほんとだよ。次は一軒ずつ吹き飛ばします。家の中で兵器を作ってたら、これで壊れるはずです。また車も破壊してるし。きっと自爆用の車です。爆弾満載で、どこかに突っ込むつもりでしょう。何持ってても疑われそう。怪しいものを持っていなければ、疑いません。かっこ、耳基準。私が基準なら完璧ですね。きっとあの家の中では、攻撃の計画でも立ててるのでしょう。やっぱり基準がバガバじゃん。そんなはずはないよ。ほら、あの家の前に置いてある箱は、路肩爆弾かもしれないよ。絶対違う。よし、これで家の砲撃は完了です。反転して大砲と弾薬庫を破壊しに行きます。これが弾薬庫です。ウェイトブロックで頑丈にできてますね。砲撃して誘爆させます。頑張って作っただろうに。あれは私に撃つための機関砲の弾薬だよ。ほらそれに綺麗だし。まあ確かに花火感はある。おお、綺麗です。じゃあ、次は大砲を破壊します。この反対側の森にあるはずです。あるね。破壊しちゃいます。威力強くて消滅してますね。修理されても困るので、すごく都合がいいです。あと1問あるはずです。意外と探すのが面倒だね。視界がかなり狭いです。ちゃんと消滅したかな？消滅してないな。もう何発か撃ち込みます。あれ？方針を打たないとダメとか？倒れたのでよし。ってことで。じゃあ、目標を達成したので撤退です。入ったゲートとは逆のゲートから出てやります。通行止めを解除してやります。四方は前に向けないの？今運転中だから適当な方向に向けてるよ。全部一人で操作するので、射撃しながらの運転は意外と難しいです。ながら運転じゃん。フロントは頑丈なので大丈夫です。体当たりしても、カメラが壊れないように作ってあります。今みたいに。ってことで、作戦は成功です。まあ、誰も反撃してこなかったね。いい感じです。実は、この戦車をあと1回か2回、改良していこうかなって思ってます。完成じゃないんだ。やっぱり、まだまだ弱点が多いです。特に歩兵対策が必須です。ストアのグレネードって、対戦車グレネード並みの威力を持ってたり、C4 がめちゃくちゃ強かったり。おお。索敵能力が乏しかったりします。カメラでは、誰もいないように見えます。車内から全く気づけないね。その辺の改良と、オプションの増加装甲を作りたいなって思ってます。ダサくねこれ。え、そうかな？私は合理的で好きです。これがあれば、ドローンからの攻撃をワンチャン防げます。致命的な損傷が、修理すればなんとかなるくらいに抑えられてます。ないよ山しか。そういえば、今回の動画はかなり遅かったね。うさぎ年が終わっちゃうよ。最近ちょっと忙しかったんです。てか猫年はまだですか？そんなのないよ。今回みたいに駆除したら、ネズミ年が猫年になりませんかね？ならんだろ。最悪です。じゃあもう今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。いきなり終わったな。